はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。まみチャンネルのお時間でございます。今日はモンスターストライクをやっていきたいと思います。はい、ついにやってきました、モンスト×FF コラボ。いや、オープニング映像を見ました。めっちゃなんかもうあの FF のね、あのテーマの綺麗な音楽が流れて、そして天野さんの美しい絵がね、描かれてて、もうテンション爆上がりなんですが、見ていきたいと思います。ね、FF はね、ほとんどやったことがなくて、あのディシディアではやったことあるんですけど、ちゃんと物語自体は主人公とかボスとかは分かるんですけど、その程度なのであれなんですが、せっかくなのでね、やっぱ国民的な RPG 作品ですから、ちょっとね楽しんでいきたいと思ってます。はい、で星5がクラウドとライトニングとスコールということで、 FF7 と8と13も買ったんですけどね、ライトニングのやつ途中でちょっとやめちゃいましたね、やるのなんかちょっと後悔してるんですけど、こうやってねコラボとかでね、ちょっとやっとけばよかったかなっていうあれもあるんですが、ライトニングはとにかくちょっと可愛いからね。でライトニングは進化と神化があるからね、できれば2体当たんないかな、神化の方がでもいいですね。アンチダメージバリアとアンチワップかゲージショップで、で、友情が電撃っていうのがいいですよね。そしてクラウドはジンキラがついてたのかな。個人的にはちょっとスコールの方が好きなんですよね。ちょっと弾きながら喋ろうかな、とりあえず。はい、あとバンとバッツってことで、FF12 と FF5?6?5 か。から来てるみたいなんでね。まあ、とりあえずサクサク弾いていこうかな。で、最初の30連。一応ね、いいのが出るまで弾こうかなと思ってるんですけど、最初の30連はゲーミックスさんとの企画で30連ガチャ対決に探してます。はい、なので最下位は罰ゲームを取ります。私は語尾に1をつけて撮るっていう恥ずかしい動画を撮るっていう宣言してるんですけど、まあ、多分大丈夫でしょう。ゲーミックスさんはですね、YouTube でね、ゲーム実況を上げてる人を応援しているサイトで投票できたり、こういう企画で投票するとポイントがもらえて、そのポイントを貯めると iTunes カードや Amazon ギフトカードに交換できるんですね。もしも自分が課金をするときにゲーミックスさんのサイトから、を通して課金すると 2% のポイントバックがきます。で、初回の人がね、登録すると500円分のポイントもいただけるので、ぜひ見てみてください。下の説明欄に URL 書いておきます。はい、じゃあ引いていきます。さあ行くぜ、引っ張れ。最初の充電お願いします、お願いします、本当にお願いします。そうで、 FF8 結構好きで、なんでかっていうと、あ、あ、スコール来た。スコールとか言ってたら出た。超嬉しい。ありがとうございます。本当もうなんか最初からありがとうございます。かわいい、かっこいい、かっこいい。おお、次はバンかな。あ、クラウド。あ、神引きしてるね、これは。なんか神引きしているね。うわ、あ、バンが出なかった。やった。かっこいい。俺のそばから離れるな。いい声。俺のそばから離れる。星よ、答えを見せろ。おお、 FF7 はこれ一応映画とか見てるのでわかります。この桜井さんですよね、声がね、確かに。デスコールなんですけど、本当私の親友の女の子がいて、その子が FF8 大好きで、その子がなんかプレイしてるのをこう見てて、なんかいい世界観だなと、魔法学校みたいな感じで、ああいう世界観すごい好きだなって。 FF7 も7ですごい好きなんですけどね、大敗的な魔法だっていう感じもあるね。あ、バンだ。ああいうのもすごいいいなと思って、世界観いいのでやりたいんですけどね。そこで現代、バン、バン出すぎなんだけど、バン初回出なかったのに出すぎなんだけど、現代さんだ。というわけで今5点かな。
あ、ちょっと待ってください。はい、で、ラスト30連対決のラスト10連いきます。お願いライトニング。もうね、ライトニングだけでいいんだよ。ライトニングが来てくれれば何でもいいんだよ。お願いします。お願いお願い、止まれ止まれ、止まって。5点か、5点で勝負します。多分最下位にはなんないと思うんですけど、ちょっとライトニング欲しいんで、あと20連ぐらい、50連ぐらいしたらちょっといいかなと思ってるんだけど。いや、ライトニングマジで欲しい。神かったって。電撃欲しい、プラス電撃欲しいよ。いや、爆死じゃん、やば。あ、スコール2体目いらっしゃい。でもスコールじゃないんだよ。嬉しいけど、お願いします。ちなみに私はね、レシリアやった感想なんですけど、シックス、ティナ好きですね、可愛くて。あと、あ、来たんじゃない？え？まさかのトニー緑川さんだっけ、これ。トニー？トニー？トニー。トニーいらっしゃいなんだけど、ウケる。まあいいけど、いいけど、全然いいけど、出てあげなきゃいいけど。あ、そう。いらっしゃい。まあ、こんなもんかな。え、マジか。そっか。まあ、でもいいか。まあ、ライトニング出なかったけど、でもね、クラウドとスコールがパッと10連で出たから、もうちょっと満足です。すごい。なんか、ルンルンで弾けましたね。はい。育てていきたいと思ってます。はい。いや、ライトニングでも欲しいから多分弾いちゃうな。うん、と思うんですけど。ライトニングだって可愛いの、ピンクの髪ってちょっとずるいよねって思ってます。はい、今日のコーデです。今日のコーデはジーパンに白ニットでラフに決めてみました。で、髪の毛もストーンとストレートで、もうなんだろう、ちょっと近所にお出かけ行ってきますぐらいの感じですね。でもスキニーパンツだとヒールとか履けばね、結構シュッて見えて私は好きなんですけどね。うん、あんまりスキニーにぺったんこの靴とかあんま好きじゃなくて、ヒールを履きたいなと思ってます。はい、あとはね、セフィロスとかね、今ギルガメッシュも購入してるので、ビッグフリッチの主導とかすごい音楽有名ですもんね。なんかニコニコ動画かなんかで、昔すごい高校生の頃とか聞いてたんですけど、話題になってて、ちょっといろいろプレイしてきたと思います。多分ね、あのクエスト入ったら音楽も聴けるんだろうし、ちょっと楽しみにしてます。あとアルテミシアか、あの魔女も私好きなんで、かわいい、かっこかわいい、セクシーな、ああいうセクシーなね、ボス結構好きなので、ちょっと頑張って運曲できたらなとか思ってます。そこら辺もまたツイッターとかでね、いろいろ FF コラボのことについて語ったりすると、語ったりというかつぶやいたりすると思うので、よかったらツイッターフォローしてください。 YouTube のチャンネル登録の方もよろしくお願いします。下の説明欄に URL 書いておくので、ポチッと押していただければ、フォローのページとチャンネル登録のページに飛べるので、よろしくお願いします。あの、していただけると本当に私のやる気がアップするので、よかったら応援していただければなと思ってます。 YouTube のチャンネル登録していただけると、あのね、生人間でコスプレとかしたり漫画紹介したり、ちょっとなんか自分の好きなことを自由にやってるので、よかったらチャンネル登録してあげてください。はい、ではでは、今日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。またね。